ひくみくん、はいはいはい、スーパーライジンまであと2日じゃないですか。いや2日なんですけど、皆さんあのさ、前回の動画さ全然伸びてないから見てほしいんですけど、すぐさまに。めっちゃいい内容だな。いい内容、立ち技に関してはすごくいい分析をしてると思います。はい、他の格闘家さんよりも絶対いい分析をしてると思います。俺もそう思う。立ち技に関してはですけども、なんで絶対見てください。この動画を見たらすぐに見てください。今日はもう2日前ってことで、まあ、スーパーライジン2なんですけど、あの本当はそのUNEXT でペーパービュー見て、うん、生配信とかしようかなと思ったんですよ。うん、まあいろいろあって、まあ一応一人なんですけど、うん、多分会場行くことになりました。うわいいな。やっぱあの会場の雰囲気味わえたらダメだよね、そもそも。まあ臨場感がねダメなんだよ。俺さ、なんでペーパービューが好きかっていうと、うん、見やすいのよ。何が当たったとか今どういう状況かって見やすいのよ。あ、いろんな角度から見えるしね。そう、会場ってさ見えんのよ。見えるんだけど、こうなったりとか結構画面見ちゃったりする、うん、結構一緒だねと思うんだけど、やっぱあの臨場感は会場でしか味わえないから、うん、まあこれ行かない手はないと。そうやな。ってことで、みくるさんのタイトルマッチを、ね、生で見ていきます。うわいいな。はい、まあ、その前のベラトールの堀口選手の試合もだし、うん、変わったじゃん、対戦カード、サトシ選手と、うん、パトリッキー選手のも見れるんで、やば、まあ楽しみですね、これは。めっちゃそわそわしそうだな、はい、前日とか。 でもあの一人なんで寂しいんですよ。だからもしね、あの会場行く人結構多いと思うんですよ、みくるさんのファンとか。そうだね。もし見かけたらね、あの話しかけてほしいっす。一、うん、人だから話しかけやすいし、逆に友達といるよりニコニコしててね。いや本当に、いやそう、ニコニコするように心がけるんで試合モードになっちゃうしやって、はい、できれば超集中してみたいと思うんですけど、トイレとかさ、うん、飯会にとか行って、まあ、曖昧間の時はね、気抜いてるからね、うん、そこはちょっとね、みっくんって言ってほしいっすあ、みっくんですってやるんで、多分みくるさんのブランド来てるから分かりやすいと思います。またね、はい、で銀髪なんで、うん、俺しかいないと思います。そう、ね、これはやらないですよ、このジョリー君かぶりはそうやね、ちゃんとね、セットしてね、ちゃんとセットしてきます、うん、はい、って感じで、あとね、今日はね、前日の個別インタビューが行われたんですよ、うん、でゲラモス選手がね、結構強気のこと言ってて、なんかもう、勝てますと。おお。でしかもどんな手段を使ってでも早めに勝ちたいと思います。おい、3ラウンドまで行かせませんって言って。おお。こりゃ怖いっすよね。1ラウンド目からバチバチか、これ。バチバチ。でもそのアゼルバイジャンって、でもムサヨフ選手がベルト取ってから、もう国体制で MMA あの支援してるんだよ。ああ、なんかオリンピック系のレスリングのさ、場所使えるらしいよね。そう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 。だからケラモ選手も勝っちゃったら、もうアゼルバイジャン格闘技めちゃくちゃ盛り上がるから。確かに。もうスターの、国民的スターだから。そうだよね。それはでかいよね、そのなんか、跳ね返りが。見えないそういうパワーってあるよね。ある。しかもアゼルバイジャン生中継だからね、これ。うん。それがね、ケラモス選手結構強気で来てるから。うん、まあでもまあ試合前の選手なんか強気の人しかいないんですよ。確かに。はい、あ。これなんかギリギリ勝てるかもなとか言うのまあ俺ぐらいしかいないと思う。どうにか、どうなるか分かりません。分かんないっすねとか言うの。はあ、で、ミクル選手なんですけど、うん、なんか減量はちょっときついみたいで、あ、まあ、ピリピリムードって書いてあります。なるほど。はい。で、組みに来るケラモフと唾液で追い詰めてイコールの戦いと、うん、俺を簡単に作ることはできないって言ってるらしいです。おお。三倉さんいつも通りですよね、こういう発言は。そうだね、うん、で、タイトルマッチ意識することは特にないですと、強いやつと戦ってどっちが強いかってことだけですって言ってます。おお、はい、シンプル、はい、でケラモフ選手の印象はフィニッシュ率が高くてフィジカルがめちゃくちゃ強いと、うん、まあ、まあ皆さんがね、こう予想してる感じじゃないですか。そうだね、夏戦うのが八千秋戦以来らしいの。ああ、はいはいはい。そうそうそう。だから水分量が分かんなくて、ちょっと減量はきついねってことで言ってます。はい、ちょっとそこだけ不安だね。不安だね。まあ、減量が一番ね、最初の戦いだからさ。うん、そうやね、うん。で、なんかその強い選手を倒していきたいみたいな。本当やっぱタイトルとかベルトとか、まあそれはものだから、うん、俺はどっちかというと強い人ってやりたいんですよって感じです。どっちが強いかだけを示したいみたいな。まあかっこいいっすね、それも。まあ結果的にベルトがついてきたぐらいの感じやな。ケラモフのテイクダウン能力、うん、プラスはミクルさんの打撃力とか腰の強さ、うん、の戦いだと思うんですけど、まあ詳しくはね、あの前回の動画見てくださいね、うん、ちゃんと動いたもんな。皆さんはさ、このケラモフ選手のさ、うん、このレスリング能力の話しかしてないから、うん、組の話しかしてないから、いやその組に行く前って打撃が始まるから、打撃から絶対始まるからさ、うん、その展開をちょっと見とくと試合楽しめると思う、もっと。そうだね、うん、
組む前からハラハラして見れそうやね。そう、あ、何で来るんだろうみたいな。うん、ケリモフになったら危ないですからね、皆さん。ケリモフ状態になったら危ないですよ。もうみんながね、意外と知らないケリモフ、ね、そう、ケリモフ。殴りモフだと思ってる。誰もいないもん、ケラモフ選手、蹴りが上手いって言ってる人たち。そうだね、うん。俺だけだと思う、これ。まあ、俺ならではの目線だからと思うんだよね、これ。そうね。うん、で、あと今日、うん、7月28日、うん、僕の大好きな方のね、うん、誕生日なんですよ。おー、どれどれどれ。僕ちっちゃい頃、格闘技ずっと好きなんですけど、うん、あのボクシングの畠山さんめちゃくちゃ好きなんですよ。はいはいはい、おめでとうございます。あ、畠山さんの誕生日。そうです。あ、おめでとうございます。畠山さんといったらあれですよ、坂本選手は、うん、顎が強いんですよ、うん、僕は顎が弱いんですよ。坂本選手はパンチが強いんですよ、僕はパンチがないんですよ、うん、だから勝てるんですよって言ったこの名言、この名言が俺ちっちゃい頃から一生忘れられなくて。すごいよね、なんか哲学チックだよね、うん、どういうことってずっと思ってたんですよ。ちっちゃい時でも勝っちゃったから KO で。はいはいはい。畠山選手ね、本当多分僕の世代よりちょっと上ぐらいの世代が多分みんな知ってると思うんですけど。そうだね、俺もまあギリ知ってる感じ、ね、なんか今で言うみくるさんみたいなこの雰囲気とオーラを持ってるの、うん、なんかその隠さず言うみたいな、はいはいはい、素直に全部言っちゃうみたいな。戦えることも多い人だったから昔からさ、うん、発言が強気だったから、で気分でやめたり、また復活したりって感じだったから、でも強いっていうのがね、うん、で僕、ブレイキングダウン5の前日インタビューで、全く同じようなこと言ってるんで、ちょっとそれ見てください、どうぞ。そう、山本選手ってめちゃくちゃパンチ強いんですよ、うん、で僕、めっちゃパンチ弱いんで、はい、でアスリートじゃないですか、うん、で凡人なんで、まあ、だから勝てるなって思います。はいって感じです。全く同じようなこと言ってるんですよ。うん、でも気づいた人いたよね、これ見て、お、畠山さんの言葉だってね。そう、僕どうしても喋りたくて、それを、うん、えって感じだったよね、うん、なんかインタビューの小島美優さんも、うん、何言ってんのこの人って。まだまだ甘いっすね、格闘技知らないよ、まだまだ。そうだね、はい、そうだ、畠山さんといえばさ、うん、その竹原さんがさ、ガチンコファイトクラブでメインやってたじゃん、うん、でもあのさ、ガチンコファイトクラブ、ガチンコファイトクラブってさイントネーションやば。あの今のブレイキングダウンだよね。あ、でも確かにね、そう、昔のブレイキングダウンみたいな、不良を集めてさ、ボクシングのプロにさせるっていうさ、うん、まあ、趣旨は違いがさ、結構似てると思うのよ、うん、だしストーリー性もなんかあれだよね、うん、構成していくじゃないけどさ、うん、ミクルさんも多分ガチンコファイトクラブを思い出して作ったと思うよ、ブレイキングダウン。ああ、今のと、そう、あとあれだってさ、どうしようもない不良を集めて、うん、ボクシングやらせてっていうなんか流れじゃん、うん、本当かどうかは知らんけど、うんうん、ブレイキングダウンもさ、そうじゃん、不良をさ集めてさ、そうだね、うん、有名にしていくみたいな、うんうんうん、その人の人生を変えるみたいなさ。だからブレイキングダウンもそうだけど、ガチンコファイトクラブがさ、今の時代になったら、うん、あの人たちもっと有名だったやろうな。ああ、確かにね、うん、結構追跡が多いもんね、日々の練習とか。あの頃 SNS ないからさ、個人発信ができないから。確かに確かに確かに、ね、もったいないよね、時代ってすごいよね。ガチンコファイトクラブの時にさ、 SNS あったら結構すごかったろう。いや、すごいでしょ。つか昔のテレビの時にさ、 SNS あったらすごいよやばそうだよね。畠山さんとかマジ大人気だと思うよ、かっこいいし。かっこいいね、切り抜きめっちゃ回るし。そう、畠山さんまず顔がかっこいいの、顔が好きなの。そう、顔と声が好きで。ああ、声ね。そう、なんか俺ああいう顔好きなんですよ、畠山さんみたいな。なんかボクサー側はボクサー側なんだけど、うん、なんか凛々しいっていうか、はいはいはい、なんかボクサーのだってこう目尻が下がる人が多いんですけど、畠山さん目尻上がったままなんですよ。確かにね、が好き知らな。あ、僕が好きな格闘技選手は、うん、ボクシングだと畠山選手、うん、で MMA だと朝倉未来選手、うん、キックボクシングだと野入雅紀選手。ああ、なるほど、はい、この3強です。まあ、大体みんな強いっていうのがな、大事やな。そう、野入雅紀選手はこんなのと比べると違うタイプだよね。強さだけを求めてるタイプだから。確かに確かに。そう、そこは違うんですけど、寡黙な感じだし。寡黙、まあ、それも好きなんですよ。うん、まあ、野入選手は本当に高校生、中学生の時から知ってるんで、うん、あの人は強いなってずっと思って。だって交えたことあるもんね。うん、枕を交わしたことある。台無しだよ。ああ、間違いない。拳を交わしたことある。はい、間違いなし。やだよ、ミックとノエリ選手の枕シーンなんか想像したよ。いや、ブロッキング、それで教わったブロッキングこうやって教わったんですよ。ミック、狙われてる側やったね。はい、って感じでね、うん、今日の動画は終わりますけども、あれなんですよ、本当に。30日、うん、本当に楽しみなんで。いや、いいね。あの会場の熱気をガチで味わおうと思ってる。うん、やっぱその歴史的瞬間をね、この生の目で見ないといけない。そうだね、生の目で見て、うん、帰ってから U-NEXT でもう一回見る。ああ、そういうことね。で、何が当たってたかとか、はいはいはい、を詳しく見ると。そうだね、試合後またそれね、解説して。いや、もう試合後すぐやりますよ、これは、うん、はい、って感じでね、今日の動画終わりますんで、うん、皆さんね、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。あと、ジョニー君
あのツイッターすごい荒れてますけどでもあれあれで俺すごいと思うわ。そうだよね、あのガチの人たちにこうさ SNS で絡めるって俺すごいと思う。あのメンタル強いっす。あれやばいよな。いや無理です、井上尚弥さんとかに絡むのやばいって。すごすぎいろんな K-1 選手からもバーッと叩かれてさまあ、ね、まあ、見てる側としてはね、うん、枠から面白いというか、あの坂田君も絡んでて結構ガチガチに絡んでるんですよ。坂田君はそういうタイプじゃないのかなと思ったけど、やっぱボクシングのことを否定されたのはちょっと否定っていうか、まあ、あ喧嘩だったら勝てるみたいなのがちょっと嫌だったっぽくて。なるほどね。でも安保力也さんもそれに参戦してきて、うん、坂田君なんかすごいなと思って逆におとなしい系だから。ああ確かに確かに、そうそうそう、なんかいや沸点があったんだなと。もともとやってたってのもあるもんね、競技をね、うん、そう。でもし、スーパーラジオの前日とか、うん、まあ、インスタライブだったら TikTok ライブどっちかやろうかなと思ってるんで、うん、YouTube ライブはちょっとあれなんで、一緒に皆さんこうなんか試合前ワイワイできたらいいなと思いますではまた会いましょう、バイバイ。会場でみっくんと握手。